皆さんこんにちは。大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、ドローン撮影で行っております。なのでちょっとドローンのね、あれがちょっと操縦がちょっとまだ定まってないのでちょっとぐらついてますけど、今回はですね、この板のグローブを使っていろんな練習法を紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。このグローブですね、トレーニンググローブでもうほぼ平らですね。なので使うとしたらこの当て取りとか、ゴロを切る際にこうね、ゴロを取るためのこのしっかり、面を出してやることなんですけども、これをですね使うことによって何が、良くなっていくかというと、まずそのね、普通に考えたグローブでこうキャッチしてね、キャッチした後に握り替えをみんな行うと思うんですけども、これだと、キャッチができないので、まあ、右手ですね、相手の方の手、送球する側の手をしっかり使わないと、できません。なのでこのね、送球する側の手を、しっかり使うことができる。でその癖をつけれるですね、まあ、握り替えの早く握り替えすることの癖をつけれるということと、これがねゴロだったとしたら、まずこのグラブの面ですね、グラブってやっぱりね力抜くとこう斜めになりやすいんですけど、この斜めになるのを、しっかり意識することでしっかり面を出すということの意識、そしてそれプラス、送球する側の手の、蓋になる右手を添える使い方のこの意識というのがね、このグローブで、行います。で今回はですね、このグローブを使った練習法をね、様々な練習法というのを紹介していきたいと思います。でこういうグローブをね、購入しなくても簡単にね作れるものもあると思うので、ぜひね、これを見た際にはちょっとやってみようと思う方には、ね、簡単に作れる方法も紹介しますので、最後まで見てください。それではですね、練習法を紹介していきたいと思います。まずですね、ノーバンのボールをね、握り替えのキャッチをするんですけど、で実際にちょっとやってみます。こういう感じですね。はい、こんな感じでやったんですけども、まあ、ボールが来るところに対してしっかりこのね、グラブのこの面っていうね、面のところをしっかり出してあげることが一つですね。でプラスあとはですね、僕が意識してほしいと思うのはこの左足ですね。左足をきっちりそのボールの方向に持っていってあげること。そうすることによって、しっかりね、次のステップ、送球のステップに入っていけるので、このボールの方に左足を入れていく。例えばですね、少年野球とかでも、こっちのボールに来た、こっちにボールが来た時にやっぱりね、右足を動かしてこう正面にこうやって入ろうとする、すると思うんですけど、そうするとやっぱりね、取ってからまたステップを作らなきゃいけなくなるので、それだとしたら左足をそのボール側に持っていってあげればスムーズに送球に、次の送球につなげれるので、まあ僕の言い方ですけどね、僕の言い方ではこの左足を出すだけ でこうやって正面に入る必要なくて、左足を出してグラブの面さえちゃんと正面向けていったらしっかり正面に入ってくることになります。これがね、こう左足入ったことでグラブも斜めになってしまうと良くないんですけど、グラブが正面向いておけばしっかり正面に入ったことになるので、ね、こういうイメージで正面だったらね、ボールが来る方向に左足を出す、こっちだったらこっちね、でこうやってやる、こういうふうな感じですね。まあ、悪い例じゃないですけど、今までの少年野球の使い方としたら、まあ、こうだったんですよね。正面に入りなさいって言われるんで、どうしてもこっちに来てもこういうふうに、まあね、基礎的な動きといえば、ね、基礎的な動きなんですけど、やっぱり野球の試合で言えばやっぱ遅くなる動きなので、遅くなる動きは必要ないので、少しでも、短くパッと、少しでも短く、まあ、こういう風に使ってくれればいいかなと思います。じゃあ次ですね、ゴロ捕球やっていくんですけど、で普段ね、まあ、このグローブをつけてたとして普段の使い方してしまうとどうなるかというと、こういう風にグラブがね、こう斜めになってしまいますね。でこの斜めになってしまうと、やっぱり捕球面、まあ、打球が強かった時に弾く原因になりますね。なのでこのグラブの先ほど言った面ですね、この面をしっかり出してあげることによって、ね、あとは右手を添える、これも大事なので、これでしっかりキャッチをしていく、まあ、これがですね、実際に、ね、この右手を添えることを使わなかったらどうなるかというと、
っかり止めることができますね。でこれが斜めになってしまうと、力を抜いてやってしまうと、こういうふうに斜めになるので弾く原因になります。なのでしっかり面を見せるということで、こういうふうにね、やると。でこれに対して右手を添える、送球側の手を添えることで、パッといい作り方になります。この形で、パッと、こういう。はい、次ですね、このね、バックハンド、まあ、逆シングルってやつですね。これもですね、結構斜めで使うことが多くて、どうしてもこの小指側が前に行ってしまうので、巻き込んで取ったりとか、まあ、巻き込むことによってこう弾いたりとか、まあ、実際にやってみると、こうなる方が多いので、実際にボールを弾いてしまう。これも一緒で、しっかり面を向けることが大事です。しっかり面を向けて、止めてあげる、実際ね。しっかり止めてあげる。これはですね、結構ね、意識がいきます。やっぱりしっかり手のひらで押さえてあげる。こう斜めにならない。しっかり手で言ったら親指側をね、しっかり出してあげる意識すると面が出やすくなるので、特にね、逆シングルってやっぱりね、みんな、なんていうんですかね、こう、普段特殊な振り方みたいなイメージになってるので、どうしても難しい取り方と思ってるんですけど、実際はね、正面でこうやって取ってるグラブが裏返っただけの話なんで、これはね、交換になると簡単なはずなんですね。でもみんなね、これが横の動きになってるから難しく感じるだけで、ね、普通のゴロが、これだとしたら、逆シングルはこれが裏返っただけ、裏返っただけの話なんで、肘がぐるっと180度回転するだけで、パッと止めることによって取れるので、逆にね、この逆シングルの練習することでね、こう守備のね、幅がね、すごく広がって、まあ、難しいところもしっかりアウトが取れたりとか、まあ、うまく見せれたりとか、で技術の向上につながるので、実際にね、こういうので練習してみてほしいなと思います。ですね、まあ、こういうグローブってね、やっぱりね、グローブのお金もかかりますし、ね、なんていうかね、こういうのはね、持ってませんっていう人は簡単に作れる。ね、これ僕はね、作ってるんです、簡単に作ったんですけど、これです。このね、普通の板に、これね、紐を通しただけなんですけども、まあ、こんなんでね、しっかり手を入れて、こんなんでも練習できるので、もしね、DIY とか今流行ってますけど、ね、実際にちょっと、グローブ買うぐらいやったら、こんなん簡単に作ってやったらええやんと思えば、もうこれでも十分できます。まあ、実際にちょっと握り替えなくてやってみましょう。こうね。あ、こうやって。あっと。こっちでも。こういうふうに、この練習するんであれば、このグローブを買わなきゃいけないっていうね、やっぱ思うと思うんですけど、別にそうすることなくて、普通に板なんかも安いので売ってあるんで、板にこうね、穴開けて紐を通せば、もうトレーニンググローブ完成なんで、DIY も入れながらこう練習するとね、すごくね、テンションも上がりますし、自分が作ったもので練習するって、これもね、すごく大事なことだと思うので、皆さん、DIY して、平らなグローブ作って、練習してみてください。この動画が良かったと思った方は、グッドボタン、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと質問等あればコメント欄の方にどんどん書き込んでください。兵庫北高ボーイズの新入団選手も募集しております。動画の概要欄にホームページの URL が貼ってありますので、そちらもご覧ください。次回もお楽しみに。それでは失礼します。